阪急阪神東宝グループ、阪急阪神ホールディングス阪急電鉄、阪急電鉄株式会社は、大阪梅田と神戸、宝塚、京都を結ぶ鉄道を経営する会社。阪急阪神ホールディングスの子会社で、阪急阪神東宝グループに属する。略称は阪急。他の関西の大手私鉄同様に、阪急電車とも呼ばれる。日本の大手私鉄の一つである。 本社は、大阪府大阪市北区、陶器場の本店所在地は、大阪府池田市栄町一番一号である。平均利用者数約177万人、日、営業キロは 143.6km に及ぶ。また、女性のみの団員で構成される劇団、宝塚歌劇団を運営していることでも知られる。すると、関西や、レールウェイカードで、 カードに印字される符号については、花熊駅のみ KK、それ以外の駅は HK である。サミズ会及び、緑会の会員企業であり、三和グループに属している。なお、阪急阪神東方グループのメンバーで、緑会の加盟企業は他に、東方、阪急阪神百貨店、阪急阪神ホテルズ、阪急阪神武道産があるが、 サミズ会の加盟企業は阪急電鉄のみである。阪急電鉄が運営している鉄道事業は1907年に設立されたミノ有リマ電気軌道が1910年3月10日に現在の宝塚本線、ミノ線にあたる梅田駅宝塚間、石橋駅ミノ間を開業したのが始まり。当時のミノ有リマ電気軌道は阪神電気鉄道などすでに発展している。 都市間を結ぶ路線と異なり、郊外の田園地帯を走る路線であり、経営基盤は貧弱であった。実質的な創業者の小林十三は、鉄道需要を喪失して、経営を安定させるため沿線開発に力を入れた。当時、人口増加が著しかった大阪市は上塚や、工場の郊外によって、住環境が悪化していた。そこで郊外の自然豊かな沿線に、 住宅地を新たに作り、その居住者を電車で都心へと運ぶことを思いつき、路線建設と同時に、もともと地下の安かった沿線の土地を買い上げ、日本初の住宅ローンを活用して、小建ての住宅地として分譲を行った。また、終点の宝塚駅周辺では、宝塚新温泉、宝塚消火隊などの事業を多角的に展開し、 大阪方面からの客を呼び込もうとすると言った、現在では当たり前にもなった鉄道会社が沿線開発を行って、自ら鉄道需要の創出を行うという考えの基礎を作り上げた。続いて、阪神間の輸送に参入。1918年、社名を阪神急行電鉄に解消。後に正式社名にも採用され、現在まで続く略称の 阪急はこれに由来する。阪神間に参入したことで、以後すでに阪神間で都市間連絡電車を営業していた阪神、電気鉄道とは競合関係となる一方で、駅間隔などで住み分けがなされ、協調関係ともなった。1920年に神戸本線13神戸間を開業し、1936年には神戸市内の三宮へ、高架線で乗り入れた。 なお、電鉄という語は、電気鉄道という語を称号に使用することに、鉄道省があくまで軌道法準拠の電気軌道であることを根拠として難色を示したことから、対策として小林十三が考え出した語で、以後軌道法監督下の各社が高速電気鉄道への脱皮を図る際に有効活用されることとなった。百二十九年に、梅田駅に世界初となる。 ターミナルデパートである阪急百貨店を開業した。当時の百貨店業界は、三越や大丸など、江戸時代からの老舗の五福店が百貨店に転換することが一般的であり、鉄道会社が運営する電鉄系百貨店の先駆けとなる存在である。このように、阪急並びに創業者の小林十三は、鉄道事業にとどまらず、百貨店、スーパーなどの流通事業、 沿線の住宅開発、宝塚歌劇団、ホテルレジャー事業といった多角経営を行った。これらの事業は本業の鉄道事業とともにシナジー効果を高め、阪急の多角経営は日本の私鉄や国鉄から民営化した JR の経営モデルとして多大な影響を与えた。1943年陸上交通事業調整法により、 京阪電気鉄道と合併、京阪神急行電鉄となる。なお、この時公式の略称は、阪急のまま変わらず、京阪の略称も引き続き使用され、大阪市電の電停名でも、阪急阪神前、京阪前、京阪神急行前などと、混用されていた。戦後の1949年、旧、京阪電鉄は、京阪神急行電鉄からの分離。 独立に舵事を切り始めた。その際に行われた役員会において、1944年から行われていた新京阪線電車の梅田駅乗り入れを踏まえ、日本国有鉄道も加わった。協議の結果、京阪新地域の将来を見据えて、実質的な新京阪線の神戸、宝塚への延伸という考え方から、新京阪の路線は阪急側へ活用されることとなった。 1949年12月、旧京阪電鉄の京阪本線、片野線、宇治線、京新線、石山坂本線の五路線が分離されて、京阪電気鉄道として再発足した。京阪新急行電鉄に残った新京阪線は、この時に京都本線となった。1959年、梅田13軒が三伏線化され、京都本線のターミナルが、 天神橋駅から梅田駅になる。13線は京都本線へ編入された。1967年に千里山線が北千里駅まで延長され、千里線と解消された。1973年、阪急電鉄に社名を変更した。1992年、後にすると関西へ発展するラガールカードによるストアードフェアシステムラガールスルーを開始する。 しかし、バブル崩壊で小林公平が主導した茶屋町地区などの再開発事業の失敗による巨額の損失を被った。追い打ちをかけるように、1995年1月17日の阪神・淡路大震災では、神戸本線、伊丹線、今津線などが甚大な被害を受けたが、同年6月12日にほぼ全線が復旧、1998年には、 伊丹駅も再建された。震災以降も、生産年齢人口の減少や、娯楽の多様化、少子高齢化などの影響により、輸送人員は減少。不動産、ホテル事業の再編や、宝塚新温泉以来90年以上の歴史を持つ、遊園地、宝塚ファミリーランドの閉園、ポートアイランドにあった、神戸ポートピアランドからの事業撤退など、 グループ事業の再編が進められる。その集大成として、2005年4月1日に、旧、阪急電鉄から鉄道、不動産、レジャー、流通の4事業を分割承継する新、阪急電鉄、1989年設立から、商号変更とホテル経営を統括する阪急ホテルマネジメント、旅行業の阪急交通社の直営事業会社2社の、 合わせて三社に再編し、旧、阪急電鉄は、持ち株会社として、阪急ホールディングスに移行した。2007年10月19日に、創業100年、2010年3月10日に、開業100年を迎えた。三ノ有馬マ電機起動阪神急行電鉄、阪急百貨店梅田本店急阪急、梅田駅コンコース減存せず、京阪神急行電鉄、 阪急電鉄阪急阪神ホールディングス誕生記念ヘッドマークを検出した6000系電車。ひばりが丘花屋敷駅ホームにて、コーポレートマークとも呼ばれる、現社賞は1992年9月の6導入時に制定された。阪急電鉄イニシャルの H を花のイメージでかたどり、新しい領域へ挑戦する、成長力、若々しさを表現している。基本カラーとして、 ワインレッドの指定があり、これをハンキュレッドと呼称する。旧車掌は、京阪神急行電鉄時代に制定されたもので、大阪市と神戸市の市章を重ねて、坂、神をシンボライズした衣装はさらに、阪神急行電鉄時代にまで遡ることができる。京阪神急行電鉄の車掌はこれに、京都市の旧気章をかたどった円で囲ったもので、 現在、阪急バスがこれに類似した車掌を使用している。阪急電鉄では、鉄道事業のことを、都市交通事業と呼称し、同社都市交通事業本部の管轄下に置いている。大阪梅田駅ホーム大きく、神戸線、宝塚線、京都線の3つに分けられ、それぞれに本線とそれに付随する支線を有する。期間路線である、神戸本線、宝塚本線、 京都本線の三本線の列車が発着する大阪梅田駅は阪急電鉄の最大のターミナル駅であり、グループ会社の商業施設やオフィスビルといった各種施設が集中していることから、駅周辺は阪急村とも呼ばれる。神戸本線の支線として、紅葉線、今津線、伊丹線があり、宝塚本線の支線として、美能線、京都本線の支線として、千里線、 嵐山線がある。以前は、本線を線と略して表記していたが、2010年3月14日における、京都本線のダイヤ改正以降、本線系統の路線においては、京都本線、宝塚本線、神戸本線と正式な表記で統一されている。また、神戸線と宝塚線は、車両をほとんど共有していることから、まとめて、新法線と呼称されることがある。 ラインカラーは、ホームの発車番線、普通電車の行き先表示板などに使われている。2013年12月21日から、駅ナンバリングが導入された。2020年時点において、阪急で最も新しい区間は、神戸高速線を除くと1967年開業の、千里線千里山駅北千里駅間であり、営業路線はすべて明治対象。 昭和時代に開業している。関西大手施設では唯一、平成時代に新路線の開業がなかった。原油路線神戸本線は神戸高速線に自社の営業線として直通している。宝塚本線は、野瀬電鉄と京都本線、千里線は大阪市高速電気軌道境筋線と相互直通運転を行っている。詳細は、 他社線との直通運転参照。路線図このほか宝塚本線13宝塚間、神戸本線13西宮北口間、今津線、宝塚西宮北口間の環状区間を環状線と呼称する場合がある。かつては各駅の運賃表周辺に掲出されていた注意書きなどにもその記述が見られたが、同区間で環状運転は行われていないほか 環状線の故障は JR 大阪環状線をイメージさせることもあり、積極的には用いられていない。運賃計算における注意が空きや、規格乗車券、定期乗車券の有効区間表示などでわずかに確認できる程度である。阪急の路線にはトンネルがほとんど存在しない。工期と費用がかさみ、明治大正時代の土木技術では危険が大きかったため、 意図的にトンネル工事を避けたためである。宝塚線はトンネルを必要とするルートを避けた結果、カーブの多い路線となった。また、神戸線の住吉川周辺では1938年の阪神大水害で甚大な被害が発生。そのため、住吉川の川床や堤防が高く改修されたが、その際もあえてトンネルは掘削は行わず、 住吉川を乗り越える形で線路を復旧させたため、急な勾配が今でも残る。現在でもトンネルは、第2種鉄道事業区間を除くと、全線で3箇所しか存在せず、そのうち2箇所は、西印京都河原町間と、天六付近の地下線へ通じる入り口で、出入り口がある純粋なトンネルは、千里線の千里トンネルただ一つである。なお、直通運転を行っている。 乗せ電鉄には数多くのトンネルがある。廃止路線京阪電気鉄道への上都路線現在の京阪電気鉄道の路線の大半は京阪神急行電鉄として一度統合後、再び分離された。京阪神急行電鉄発足時に旧京阪電気鉄道から継承した路線。いずれも1949年に 京阪神急行電鉄から分離発足した京阪電気鉄道へ譲渡された。詳しくは京阪電気鉄道路線を参照。計画線、未成線停車駅や運行区間など詳しくは各種別及び各路線の記事を参照のこと。2019年1月19日現在、阪急電鉄において設定されている列車種別は次の11種別である。 定期列車としての列車種別数では、京阪電気鉄道の11種別に次ぐ数であり、西武鉄道と同じ列車種別数である。過去には下記の種別があった。関西の大手私鉄では、唯一、区間急行など、区間といった区間種別名称での旅客案内を行っていない。ダイアグラム上での正式な列車種別としては、一部区間で、 各駅に停車する列車という意味ではなく一部区間を運転する列車の意味で用いられ、区間急行、区間準急、区間普通が存在している。ただし、公式ホームページにおいては、この、区間という表記をしている。宝塚本線の日清エクスプレスについても、設定当初の正式な列車種別は特急であったが、直通特急設定後は直通特急となっている。 毎年春、秋の行楽期には嵐山方面への臨時列車を走らせている。列車相性列車種別の表示列車種別は、先頭車両前面の通過標識等や種別表示器で識別できる。正面の種別、行き先表示は、他社とは異なり、行き先、種別と逆の表示になっている。通過標識等の点灯パターンは、以下の通りである。休行の点灯パターンは、 近畿日本鉄道と同じである。方向幕は以下の通りである。神戸三宮駅は2010年10月1日より、阪急と神戸高速鉄道の共同使用駅から、阪急の単独駅となった。美濃有間電気軌道、及び、その更新の阪神急行電鉄によって付設された、神戸線、宝塚線と、北大阪電気鉄道、及び、 その更新の新京阪鉄道によって付設された京都線とでは、その成り立ちが異なるため、車両規格に違いがある。車両の伝送品も、新方線は東芝製、京都線は新京阪時代の名残で東洋電気製造製と分けられており、今でもこの監修を守り続けている。中でも東芝は阪急において、主調達先に位置づけられ、 新方線のほとんどの伝送品のほか、京都線の蓄電池や補助機器、全駅のエキ筒ト無機器やエレベーター、業務用パソコンなど幅広い分野で使用されている。ただし、ATS の車上紙については、パナソニック製、信号、連動装置、発車表は一計3製作所製、パンタグラフは東洋電気製造製が使われている。 三菱電機の製品は沿線に生産拠点こそあるものの一部駅のエレベーターやエスカレーター等の採用に止まる。1948年の550経以後、すべての阪急車両は系列の何和後機が建造していた。しかし、阪急と東武鉄道、東京都交通局、大阪市交通局などの主な納入先が経営状況の厳しさから車両心臓を抑制。 受注が激減したため、2002年に同社は解散。その後の阪急車の建造メーカーに選ばれたのは、それまで関西の大手私鉄と取引がなかったが、公営である京都市、大阪市とは取引があった日立製作所であり、かつ A トレーン工法を採用した。ただし、京都線9 3 0 0系9 3 0 8回、神戸線9 0 0 0系9 0 0 6回、 宝塚線9000系9003階は、日立製作所が構え体だけを製造し、残りは、小弱のアルナ車両でのノックダウン生産となった。なお、1985年途中の落成分までは、当時のアルナ後期から落成した車両を、国鉄線を通して、公衆輸送していたが、小弱工場の引っ込め線の廃止により1985年に終了した。 このため8000系以降は陸送によって車両メーカーより搬入している。なお、新車投入と並行して1960年代後半から1980年代前半に製造された車両をアルナ車両や近畿車両などにて更新工事を施行し延命使用する措置をとっている。うち1970年代前半までの車両に関しては再度の更新工事施行となる。 車体は鉄道事業法に基づく重要部検査が行われる都度、パテによる平面化加工のウェサイト装が行われる。外装のカラーリングには伝統的に半球マルーンが採用されているほか、内装についても木目調の化粧板やゴールデンオリーブ色のアンゴラヤギの毛のシートを採用するなど統一されている。8000系が導入された1988年。 以降の車両では、経年劣化も考慮し、つまめんやドア部の化粧板により濃い色のものを使うようになっている。また、車体は普通項、またはアルミニウム合金が使用されており、京阪電気鉄道とともに、日本の大手私鉄では、ステンレス車体の採用実績がない。正面形状は一部の車両を除き、直線基調の中央貫通路付きというスタイルで統一されており、 第二次世界大戦前に流行した流線型は、新京阪が製作した200系の2両のみ、戦後大ブームとなった、正面2枚窓の湘南型については1両も、製造実績がなく、後者は大手私鉄で唯一の事例となった。全商島は開業以来一貫して、すべての車両が正面貫通路の上部に設置している。外部図色については、 8000系導入時と9300系導入時にメタリックオレンジやマルーンの帯化などの新色採用案が持ち上がったことがあるが利用者や社内からも抗議や反対意見が続出したため6000、7000系列の屋根型部分をアイボリー色に改める以外は廃案となったただしその後も利用者や部内の中からはアイボリー体を 車体裾部分にも設ける程度であれば良いとの意見も少数ながら存在している。京都線に乗り入れる大阪メトロ、堺筋線の車両に関してはステンレス車体に茶系の帯を巻いた66系が走っている。かつてはアルミ製車体に茶帯を巻いた60系も走っていた。共に2000年以降阪急線内で営業運行する車両では唯一マルーン中心の 塗装でない車両である。マスコンは、過去は、新法線と京都線で、仕様が異なっていたが、2200系と6300系の導入を機に、京都線特急の運行上の問題の解決や、全線の仕様を第3の仕様で統一する意図もあり、ワンハンドルマスコンを積極的に採用している。なお、マスコンハンドルも八千系、八千三百系までは、新方線は、 東芝、京都線は東洋電気製と分けられていたが、9000系、9300系からは東洋電気製に統一された。走行性能の面では特に、神戸線、京都専用車両について、戦前から 150kW 以上という大出力の種、電動機を採用し、新性能車は時速 100km 以上まで弱め回自制御。 行うなど高速運転に適合した仕様となっている。同時に、経済性も重視され、編成内の MT 比は1、1を基本とし、必要に応じて、電動車比率が上げられる。また、異系列間の根結は、空気ブレーキの方式とマスコンの形態が同じであれば、制御方式が異なっても可能とされている。編成形態としては、5 1 0 0以降は、 先頭電動車方式を多用する傾向にあり、その上で2両から8両までの編成を組むため、T 車が4両、または5両連なる8両固定編成も多数存在する。その後、1000系、1300系では、再び全先頭車が制御車に変更されている。京都線の特急用車両である9300系と、K トレイン、K トレイン見やびらくのみ、 大阪梅田方を1号車として号車番号を付与しており、車体にもステッカーが貼られている。かつては国民の祝日にあたる日には、車内両端の貫通扉上に国旗と阪急電鉄の旧車章が描かれた旗をスタンドに差し込み形容していたが、後にこの部分は広告掲示スペースとなったため、スタンドは撤去され、車内での国旗の形容は行われなくなったなどでは、 落成時からスタンドが取り付けられていない。なお、同じ阪急阪神東方グループの会社である阪神電気鉄道では、現在も国民の祝日には、車内で国旗の形容を行っており、心臓車両にもスタンドが取り付けられている。この他、6000系や7000系などで増結用の二両編成の車内には、増結と書かれたステッカーが重複されていたが、 現在は外されている。車両正面の方向膜は2016年12月現在に至るまで運転席側に種別、女子側に行き先を表示するようになっている。他社では運転席側に行き先、女子側に種別を表示するのが一般的であり、この配置を採用しているのは半球のみである。過去には3 3 0 0系、5 3 0 0系で女子側にのみ、 手動の方向膜を装備していたこともあったが、現在は中間に閉じ込められた車両を除き両側に、電動膜が整備されたため消滅した。なお、野瀬電鉄でも、女子側にのみ正面方向膜を装備した車両が存在するが、これは上都時の改造によるものである。また、日本の大手私鉄では最後まで、行き先方向板も用いられていたが、本線からは2003年までに、 隠し線からは2014年までにすべて姿を消した。車内座席では7000系、7300系の後期車からモディファイを行った。座布団の高さを下げ、背もたれの厚さを増して傾斜角を強くした。さらに肘掛けの仕切りのうち、外両面にモケットを貼り付けた。このうち肘掛けの外側にモケットを貼ることについて、車内には反対意見も多かったが、最終的には、 肘掛けの外側にもモケットを貼ることになった。当時の車両部門のリーダーである山口マスオは、要は独立した座席を壁際に置いたと見るか、壁に座席を作り付けたと見るかの違いのように思うと、座席についてのこだわりを語っている。このタイプの座席は改良を加えつつ、安全対策が強化された1000系、1300系の登場まで採用された。また、 車内の日よけは、下から押し上げるアルミ製の鎧戸を採用していたが、8200系以降の新造車は、フリーストップタイプの一般的なロールアップカーテンに変更しており、鎧戸を採用していた従来車でも更新工事に、際してカーテンに変更を実施している。半球電鉄の車両は、一部が、乗せ電鉄に譲渡されている。2014年7月には、 阪神電気鉄道甘がさき工場内の阪神車両メンテナンスで野瀬電鉄向けの改造を行うため、阪神との経営統合後初めて、阪神電気鉄道の路線上を阪急電鉄所属車両が走行した。このほか広島電鉄宮島線向けに吊り掛け駆動式の車両をお上としたことがあるが、カルダン駆動車については、野瀬電鉄向けを除いて、関西の大手私鉄では唯一。 た事業者へ譲渡した実績がない開業以来長らく装飾列車の運行実績はなかったが2001年に宝塚線にて初めて登場した他社で見られるフルラッピングは行われず一部の例外を除いて先頭車の一部のみに施行されている当初は沿線の宝塚ファミリーランドのイベントの pr を目的としていたが 2003年に同園が閉園した、あとは、神戸、宝塚、京都の各線で渡瀬聖像、中村祐介、池田里子長田萌のイラストや手塚治虫キャラクターなどを用いた、沿線ラッピング列車や SDGs をテーマとした、ラッピング列車を運行している。2015年に千景0 0系、1300系が、登場してからは、沿線ラッピング列車に加えて、スネーピーが登場する漫画、 ピーナッツ、絵本シリーズ、熊野学校やキャラクター商品メーカーのサンエックスとコラボしたキャラクターラッピング列車を各線一編成ずつ運行している。かつては京都線では落成口、設置し、西山天皇山の革新駅開業ごとにラッピング列車を運行していた。また、神戸線では2002年から2007年まで毎年4月に 阪神競馬場にて行われる大賀賞の開催時期に PR ラッピング列車が運行されていたが、現在は沿線の今津北線車両にてヘッドマークが掲出されるのみに止まっている。不番方法、阪急電鉄における車両番号の不番は次の通りである。阪急電鉄の形式番号は1980年代に廃車された810系を最後に、以後は 全車4桁になっている。モーターの搭載されていない付随車には、同系の電動車の車番に10の位が5から付番される。神戸型の先頭車には、大阪方の先頭車の車番に100を足した番号が付番される。中間車には、先頭車の車番に500を加えた番号を付ける。モハ、クハ、サハといった形式記号は付けない。仕様変更や改造により、 形式の末尾にマイナス1やマイナス2が付けられる場合もある。2021年以降はこの枝分けは廃止された。1はすでに3桁時代の700系新造車から始まり、3は3000.3300系から始められた。7613号を例に取ると以下のようになる。ただし、元々先頭車だった車両で、その後の改造で、 運転台を撤去した場合でも、改版されることなく、製造当時の番号のままで使用されている場合がある。一方2013年11月28日から運用を開始した1000軽電車では、先頭車の付随車が1000、1100になったり、中間の電動車が1550、1650になったりと、また2千十四年三月三十日から運用を開始した千三百軽電車では、 先頭車の付随車が1300、1400になったり、中間の電動車が1850、1950になったりと蒸気の不番方法と異なるところがある。ただし不番方法が従来と異なっているのは1000系、1300系のみで、1000系、1300系登場後に、既存形式で電動車から付随車への改造を行った車両ではその形式での不番方法が守られている。 また、試験要素の強い車種については100の位ににをつけて区別しており、過去に登場したすべての形式が新法線に配属されている。なお、この不満方法は、ゼロ基盤を除き北上急行電鉄でも踏襲されている。現有車両神戸線、宝塚線京都線事業用過去の車両神戸線、宝塚線京都線阪急と、相互直通運転を行う大阪メトロ。 堺筋線の東水田検車場が京都本線内にある大人普通旅客運賃2019年10月1日改定金額が強調されている箇所は半身の回数券を引き換えて利用できる区間を示す大阪梅田駅中津駅1 3駅間の運賃計算上のキロ数は事後処理が煩雑になることを防ぐため移転前の営業キロ数をそのまま適用している 神戸高速線は阪急が第二種鉄道事業者となる区間も含めて別途運賃が設定されている。神戸高速線の運賃の詳細は神戸高速線運賃を参照。神戸本線とまたがって乗車する場合は神戸三宮駅を境界として運賃を合算する形になる。大阪梅田駅での折り返し乗車有効な乗車券を持たずに 13駅大阪梅田駅13駅と乗車する折り返し乗車は不正乗車にあたる。何はヨド花火大会の際であっても、大阪梅田折り返し乗車をする場合にも、乗車券はの2枚を13駅で購入しなければ、ならないとされている。大阪梅田駅折り返し乗車で有効な乗車券が、ない場合、係員の承諾を得ずに、大阪梅田駅で折り返し乗車すると不正乗車になる。 他社路線との連絡乗車券全駅で、野瀬電鉄各駅に加え、神戸高速線経由山陽電気鉄道、神戸電鉄各駅への連絡乗車券がそれぞれ購入できるほか、加えて、京都線系統のほとんどの駅ではこれら3点のほかに、天神橋筋六丁目駅経由、大阪メトロ各駅への連絡乗車券、そしてさらにはこれを応用した、大阪メトロ、堺筋、 線電化ジャヤ駅経由南海空港線、関西空港駅への連絡乗車券も購入できる。回数券以下の種類の回数券で発売している。有効期限は、発売日から3ヶ月後の末日まで。なお、昼間時間帯とは10から16時の間に入場、生産使用することを指す。土休日には、土休日ダイヤで運転する平日も含む。乗せ電鉄、神戸高速、 山陽電鉄、神戸電鉄連絡は普通回数券、ハーフ時差回数券、ハーフ度休日回数券のみの発売である。複数人で使用する場合は、乗車前に券売機で回数券券編に引き換える必要がある。カードから引き換えた券編の有効期限は2018年10月1日以降、引き換え当日限りとなっている。 阪急線内の切符タイプの回数券は2018年9月30日をもって発売を終了した。2007年4月1日より阪急と阪神で同額となる区間のすべての回数券については有効期間内であれば阪神電鉄でも利用可能となった。ただしそのままでは利用できず阪神線で利用する際は入場前に青色の券売機で 阪神の回数券に引き換える必要がある。また、阪神線の同額の回数券も同様に使用前に赤色の券売機で阪急の回数券に引き換えて阪急で使用可能である。2007年のこの取扱い開始当時は180円、260円、310円区間が対象だったが、2009年3月20日より阪神南波線の開業で、 半神に270円区間が出現したため、270円区間回数券も同様の取扱いを開始した。2014年4月1日の運賃改定で190円、270円、280円、320円、370円区間に変更され、2019年10月1日の運賃改定で370円区間に変わって380円区間。 新規に400円区間でも同様の取扱いを開始した。阪急では乗り越し生産の際、回数券を1枚のみ懸面に記載された額面の金券として使用することができる。例えば、470円区間を280円の普通乗車券で入場、乗車した場合、出場時に190円の回数券を持って乗り越し、生産をすることができる。不利を承知で、 合計金額が過剰になる場合も使用できるで入場。出場時に270円の回数券を持って乗り越し、生産が、この時は、改札機、生産機の利用はできず、係員窓口で生産する必要がある。また2枚重ね対応改札機では、入場済みの回数券と未使用の回数券を二枚重ねて、投入可能であるが、大阪メトロ管理の天神橋筋六丁目駅は2枚。 重ね投入することはできず、改札内の半球用を生産機で出場しと引き換えなければならない。2008年12月29日に偽造レインボーカードの使用が発覚したため、2009年2月から3月にかけて自動券売機の回収が行われ、ラガールカードを含むすると関西対応カードでの回数券及び回数カードへの引き換えができなくなった。 2018年10月1日より、阪急電鉄と阪神電気鉄道の回数券の取り扱いを変更したため、それまで、キップタイプとカードタイプの回数券を発売していたが、キップタイプの回数券を発売終了とし、カードタイプの回数券のみの発売となった。この変更により、カードタイプの模様変更も行われている。 阪急電鉄と阪神電気鉄道で相互で実施している回数券引き換えサービスの有効期間を回数券の有効期限から引き換え当日限りと変更した。また、時差回数券は10時から16時が利用可能時間であったが初発から16時までと変更になった。乗車カード、企画乗車券以下の各項目を参照。これ以外にも各種乗車カード、 企画乗車券が発売されている。その他関西の大手施設では唯一、運賃の他に特別料金が必要な列車の運行歴がない。阪急電鉄では鉄道事業以外に不動産事業やエンターテインメントコミュニケーション事業、流通事業をそれぞれ行っており、鉄道事業に匹敵する売上や営業利益を上げている。阪急電鉄が開発した 大型ショッピングセンター、阪急西宮ガーデンズ、かつては不動産事業本部と、阪急不動産が統括し、西宮北口駅にある大型ショッピングセンター、阪急西宮ガーデンズの開発や、梅田エリアにある、梅田阪急ビルや、入茶屋町、グランフロント、大阪などの開発を手掛けたほか、国際文化公園都市予定地の山林に土地を保有していた、住宅事業のうち、 文城マンションの開発に関しては、子会社の阪急不動産が、文城小建ての開発に関しては、阪神電気鉄道が、それぞれ行っていた。2018年4月1日、阪急不動産の株式を、親会社の阪急阪神ホールディングスに譲渡した上で、阪急電鉄不動産事業本部及び、阪神電気鉄道の不動産事業本部と、経営統合して、 阪急阪神武道産株式会社とした。阪急電鉄のエンターテインメントコミュニケーション事業の、中核をなす宝塚歌劇団の講演が行われる、宝塚大劇場いう事業本部が統括し、女性生徒のみで構成される、宝塚歌劇団の運営や関連主会社を有する。なお、宝塚歌劇団自体は阪急電鉄直轄の、組織である。また、 鉄道事業者では、唯一、総務省より、統計110度 CS 委託放送事業者認定を受けており、2002年より、宝塚歌劇団専門チャンネル、宝塚スカイステージを放送していたが、2011年4月1日、番組制作、編成や創出、送信管理を担当していた、子会社の宝塚クリエイティブアーツに放送事業者の地位を承継している。 その他の関連事業会社として、阪急コミュニケーションズという、阪急阪神ホールディングス連結子会社が存在していた。もともとは、大阪市で、阪急電鉄そういう事業本部コミュニケーション事業部として、阪急電鉄沿線の観光ガイド本、グルメ本や宝塚歌劇団の機関誌、歌劇、宝塚グラフ、宝塚乙女、演劇専門月刊雑誌、レプリーク、 阪急電車関係の書籍、絵本等を発行していたが、2003年7月に、ニューズウィーク日本版、フィガロジャポン、ペンなどを発行していた、TBS ブリタニカの事業と、阪急電鉄総有事業本部コミュニケーション事業部の事業を統合して発足した。本社は TBS ブリタニカ時代から継承して、東京都目黒区に置き、大阪市北区の阪急電鉄本社ビル内と、 宝塚市の宝塚大劇場内にも事務所を構えていた。2014年10月1日をもって事業再編により宝塚歌劇団関係の書籍出版事業を宝塚クリエイティブアーツに特区などの阪急電車関係の書籍出版事業を阪急アドエージェンシーにそれぞれ譲渡し残った出版事業を CCC メディアハウスに分割した上で同社株式を カルチュア・コンビニエンス・クラブに譲渡した。過去運営していたチャンネル半球リテールズが運営していた日本の中堅書店ブックファースト都市交通事業本部の駅町事業部が統括している。駅構内のコンビニアズナスを運営する、またかつては日本の中堅書店であるブックファーストを運営していた駅リテールサービス半球阪神を参加に持つ。なお、関西施設で 初めて駅構内に立ち食いそば、うどん店を設けたのは阪急電鉄である。阪急ホールディングスとして持ち株会社となる前の旧、阪急電鉄は1924年から1929年までの宝塚運動協会、そして1936年から1988年まで阪急ブレーブスというプロ野球球団を持ち、それらの本拠地として宝塚球場、 阪急西宮球場を所有していた。関西の私鉄では、電車という故障が定着しており、車内放送や駅の掲示、ウェブサイトにおいても、電車という愛称が使用されているが、阪急電鉄は公式には、阪急電車とは案内してこなかった。これは1992年の創業85周年を機に、会社側が公式な通称を、阪急電鉄と変更したためである。 ただし、乗客の間では、今でも、阪急電車、阪急線、阪急という略称が多く使われ、京都市営地下鉄市場駅、大阪地下鉄梅田駅といった、他社、他局からの乗り換え案内表示も、阪急電車となっている。ただし、阪急側でもグッズ、観光物では時折、阪急電車を使用する例があり、有川博の同名小説のタイトルにも使用されている。なお、 2017年1月1日から社内放送においてこれまでの阪急電鉄という故障に変えて本日も阪急電車をご利用いただきましてという言い回しに改められている。阪急電鉄は電気鉄道という故障を電鉄と省略し正式な社名とした日本で最初の鉄道会社である。対比線を有する駅や終着駅は別として 上下本線に挟まれたタイプの島式ホームがもともと極めて少なかった。1963年にカラスマ駅が開業し、また東海道新幹線の建設に伴い、神巻駅が現ホームに移設されるまで上下本線に挟まれた島式ホームは中津駅と春日野道駅しか存在しなかった。1963年の二駅の後長らく、 上下本線に挟まれた島式ホームは現れなかったが、1984年の池田駅を皮切りに、川西の瀬口駅、豊中駅と岡町駅、三国駅の各駅が高架化の際に島式ホームに改築されており、島式ホームもわずかながらに増加している。ただ、21世紀に入って新たに開業した、落成口駅、摂津市駅、西山天皇山駅は、コスト面から、 相対式ホームで開業している。なお、2016年4月時点で施行中である、京都本線淡路駅、総前寺駅、千里線、国島駅、下新城駅の各駅における、高架化事業においては、千里線の二駅のみ、島式ホームとなる予定。阪急電鉄では、携帯電話の電源オフを終日ルール付けた、車両、携帯電話電源オフ車両を全列車に、 設定している。2003年6月10日から1ヶ月間限定で試験導入、同年7月11日から本格的に導入した。また、京都線に直通する地下鉄境筋線や、同じ阪急阪神東方グループの乗せ電鉄、神戸電鉄でも導入されている。またこの、携帯電話電源オフ車両についてのアナウンスは、車掌によって異なることがある。 オフ車両導入当初は、先頭車両と最後尾車両がそれに指定されていたが、2007年10月29日から、下記のように変更された。なお、2014年7月15日に、携帯電話電源オフ車両を廃止し、以降は、優先座席付近では、混雑時は、電源オフとした。もう一つ、阪急電鉄の独自ルールとして特筆されたものが、全席優先座席である。 阪急電鉄では特定の席にこだわらずすべての座席で譲り合いの精神をとのことから特定の座席を優先座席と指定することを廃止して1999年4月から全席優先座席を導入していた。阪急電鉄で携帯電話電源オフ車両が設定されたのは同業他社が優先座席付近では携帯電話の電源を オフというルールを導入したが阪急では前日の通り特定の優先座席の指定がなかったためである。ただし地下鉄社会筋線から乗り入れている大阪市向66系電車はこのまま優先座席の設置を継続しており携帯電話電源オフ車両を導入時は優先座席付近で携帯電話の電源を切ることを義務付けない形として対応した。ところが 阪急電鉄側の思惑とは裏腹にこの全席優先座席は浸透せず、ほとんど座席の譲り合いが行われていないという現状を受け、2007年6月末の阪急阪神ホールディングスの株主総会で再設置の要望があったのを機に、全席優先座席を見直すことになり、同年10月29日に全席優先座席は廃止され、再び優先座席を設置した。 携帯電話電源オフ車両は継続され、大阪市港66系電車同様に、優先座席付近で、携帯電話の電源を切ることを義務付けない形とした。しかし、優先座席の設置箇所は、基本的に、各車両の梅田を前方とした時の最高尾座席であるのだが、運転台、もしくは運転台跡が存在する車両はそれらの、客側の座席となっており、 中間に運転台及びその廃止改造を行った車両が含まれる編成だと優先座席が車両前方にあったり後方にあったりで統一されていないという懸念があった二千十四年七月からは携帯電話電源をフ車両の廃止に合わせ各車両の優先座席の設置箇所を運転台の位置に関わらず神戸、宝塚、京都よりに統一し合わせて優先座席の色を 赤紫色に順次変更している。主要携帯電話会社の公衆無線欄は、2013年には天神橋筋六丁目駅を除き、神戸高速線の花熊駅を含む全駅で利用できるようになった。利用できる無線欄は、阪神電気鉄道公衆無線欄を参照。同年12月21日には、大日旅行者向け無料公衆無線欄サービス、阪急。 阪神ウェルカム Wi-Fi も天神橋筋六丁目駅を除き、花熊駅を含む全駅で開始された。2018年には、京都線の9300系と観光列車、K トレインの車内で無料公衆無線ランサービス、阪急トレーンフリー Wi-Fi、阪急阪神ウェルカム Wi-Fi の提供を開始した。2019年から京都線で運行を開始した。 ケイト・レイン・ミヤビラクでは、これらの無料公衆無線 LAN サービスが利用できるほか、前方展望映像専用の Wi-Fi サービスもある。2007年11月28日に、阪急電鉄は、鉄道向け自動改札システムの開発、実用化に関して、電気、電子、情報、通信分野における、世界最大の学会である IEEE より、IEEE、e、マイルストーンに認定され、 同システムを共同で研究、開発してきた大阪大学、オムロン、近畿日本鉄道と共に受賞したと発表した。1967年に自動改札機の試験導入が行われた千里線の北千里駅には受賞記念の名板が設置されている。日本の鉄道事業者で初めて改札口を設けないフリーパスゲート学生専用出口を1965年に 紅葉線紅葉園駅を川切りに一部の駅で開設した。1969年には通勤線用出口を塚口駅、池田駅、富田駅に設置した。1994年のフェアライドシステム導入後も定期券の出場記録がなくても入場可能とする対応であり、現在も王子公園駅などにある。ただし、時期定期券のみ対象で、 IC カード式の定期券には、非対応のため、ほとんどの学生が、改札機を用いて出場している。ひばりが丘花屋敷駅には、ひばりが丘学園中学校、高等学校に直結している、専用の改札口がある。阪急電車情報誌として、古くから、阪急沿線、リーネを発行してきたが、リーネは1990年代後半に、特区に統合された。 現在は特区毎月1日発行文の最終ページの前のページにリーネというコーナーで存続している。また各線でダイヤ改正を行った時は改正ほぼ1週間前に時刻表が掲載された臨時増刊が必ず行われる。 リーネでは1990年から1994年まで、フレッピーという猫のようなマスコットキャラクターが存在した。阪急電鉄の企業 CM はあまり放映される。機会がなく、放映される場合は主に自社の社員としての身分も、有する宝塚歌劇団の団員が主に出演するが、稀に宝塚以外のタレントが出演する場合がある。今津線の二川駅を、 もより駅とする中央競馬の阪神競馬場では阪急杯として重症競争が行われるほか阪神競馬開催時に様々なイベントを実施する阪神競馬開催時には二川発西宮北口行きの普通列車や二川発大阪梅田行きの臨時急行が運転されるまた神戸線の園田駅をもより駅とする地方競馬の園田競馬場への無料送迎バスは 同じ阪急阪神東方グループに属する阪急バスが担当している。阪急阪神東方グループに属する全企業の一覧は阪急阪神東方グループを参照。テレビ番組ラジオ番組。ありがとうございます。